はい、今からでも遅くないベースレッスン講師の大沢でございます。いつもお世話になっております。2週間ぐらいね、毎日投稿続いてますけども、喋ることがそろそろなくなってくるんじゃないかと思われる方もいらっしゃると思うんですけども、残念ながらですね、私はですね、多分ね、365日ずっと喋り続けてもですね、喋ることってなくならないと思いますんで、365日、ウルード氏はですね、366日、お付き合いいただければなというふうに思うんですけども、本日の内容ですね、非常にですね、皆さんにとって、脳内革命というかね、改革になると思ってますんで、ぜひご覧いただければなというふうに思うんですけども、皆さんがね、よく、皆さんがっていうか、多くの方が行っているこの、これね、はい、このスケール練習をこんな風に変えていったら非常に効果出ますよっていう話をですね、したいと思います。まあ、これを見て真似することによって何が起きるかっていうのを最初に説明しますけど、ドから弾かないとけなかった方ね、ドから弾かないとそのスケール出てこないって方いらっしゃると思うんですよ。それがまあ出るようになります。まあつまりは、まあ、曲の中でここ C メジャースケール使うんだよっていう風にね、まあ言われていても、もう C からしかね弾き出すことができないって方いっぱいいると思うんですね。そういう方の、そういう方が、C からじゃなくても、まあどこから始めても出るようになるというですね、そういう魔法のような方法をご紹介していきますので、よかったら最後までご覧ください。あるいはね、2-5 フレーズ、2-5っていうのが出た時に、じゃあ、Dm7、G7 っていうのが出た時に、まあ、C メジャースケール使うんだよって言われた時に実際に、フレーズみたいなのが、まあできるようになる。魔法の方法でございます。魔法なんだかなんだかね、まあ普通に僕が考えた効率的な方法となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。で、動画の最後にですね、コメントにお答えしていくっていうねコーナーね、毎回設けておりますので、よかったら最後までご覧ください。どうぞ。バイバイ。はい、というわけでベーシスト作曲家の大沢つのりでございます。このチャンネルはエレキベースとベースを趣味で生涯学習的に楽しんできた、厳しい練習を毎日何時間もかけてしたわけじゃないんだけど、できるだけ効率的な学習方法をゲットして少しでも早く上手くなってセッションとかライブとか楽しんできたよねという方々が当チャンネルとなっております。よかったらチャンネル登録してみてください。お願いします。おー、ノンブレス。オッケー、ノンブレス。今日ね、雨降ってるからね、調子良くないんですけどね、ノンブレスいけましたね。ということでですね、まあだいたいいい加減になるってことかなね。雨降ってぼーっとしていい加減になったから、まあいけたんじゃないかっていう感じですけども、まあそんなわけでね、今日はですね、1回単位から受講できるオンラインレッスンやってますんでね、スカイプとか LINE とか Zoom とか使ったレッスンとなっております。スマホ1台からこうやって、はい、こんにちはっていう風に感じでできますんでですね、よかったら試してみてください。あと、LINE で質問し放題レッスンっていうのも始めました。僕と繋がっていただいて、LINE をですね、バンバン送っていただくと。で、そしたらバンバン返すっていうね、そういう、なんか、まあまあ、自由にやり取りできるレッスンでございますんでですね、気になる方いらっしゃいましたら、僕のホームページの方のレッスンというところで、確認していただけますので、それからお問い合わせ、ね、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせしたからっつって受けなきゃいけないわけじゃないんですからね。はい。あとね、公式 LINE 始めました。んで、公式 LINE も、ね、結構、登録してくださってる方いるんですけど、まあ、毎日大体、まあ、無料です。それは無料ですね。動画を配信しましたっていうような、情報とか、今日は15時に配信しますとかいう情報とか、あと、ライブ配信しますっていうような情報とか、あるいは、まあ、そうですね。なんかいろいろですね。そちらからも送ってくださって結構です。まあ、動画のこのリクエストなんですけど、とかですね、そんなものも OK ですので、ぜひやってみてください。ということで、今日の内容はですね、先ほども申し上げたんですけどもね、というメジャースケールの練習をなさっている方結構多いと思うんですけど、これ実際の曲になった時に C メジャースケール使うんだよって言われたところで C メジャースケールを使おうとするとドからしか弾けないみたいになっちゃうっていう人結構多いと思うんですけどもね。そんなわけでこのスケール練習をですね、ね、毎日なさってる方はですね、実際の曲に活かせるような状態にしていくにはまあどうしたらいいのかっていうね、そういうことをお話ししていきます。で、これを見ればまあ実際曲に活かせるようになるですね。プラスのね、プラスの情報で後半にですね、2-5 ね、2-5、Dm7、G7、1までいけば C メジャー7とかね、 C メジャーね、そこまでいったコード進行にフレーズのように、このスケールをね、
当てはめることができる方法っていうのをね、ご紹介していきますんで、今日ちょっとなんかこう目が半分しか開いてないですけどね、いつも、まあ、いつも細いですけどね、勘弁していただいてですね。あ、っていうのもね、ご紹介していきますんで、最後までご覧ください。というか、もうね、ほんと単刀直入に申し上げると、この、ドから始めて、ドに落ち着くスケール練習って、これってね、いまいちだと思うんですよね。まあもちろんね、このイオニアン、メジャースケールですね。この感覚身につけるっていうのは非常に、有効だと思うんですね。ルートから、ね、2度。ね、この感覚。ね、このくらいピッチ良くないとダメです。これだとダメですけど、ね。ね、ドレミーもそうですね。あーって、これミートファーの間、半音ですねとかね。こういう感覚を身につけるのはとても、いいと思うんですね。ね、これセブンスとかね、はいいと思うんですけど、そのためぐらいにしか使えないんじゃないかなと思うんですよね。まああとね、A レシャで以降のバンプ部分ですよね。あのとかでタルルタテテテってこれドリームファストラ仕様なんで、そこではまあ使えますよねっていうね。あとは簡単な同様ね、ドレミ。ちょっとそれ通り弾いちゃうとちょっと著作権怖いんで、ちょっとソファ見れるようにしました、最後ね。はい。本当にね、まあ、広告出すようになってからなのかな。ちょっと著作権結構厳しくなりましてですね。割と有名なやつだとね、弾かれちゃうっていうか、もう動画の再生自体もダメってなっちゃうし、まあ、広告がつけられませんよってなるのは別にいいんですけど、この動画再生できませんってなっちゃう場合があるんですよね。それでまあ、2、3件ね、停止したままになってるのがあるんですけど、なんで、結構ジャズの曲であってもね、結構ね、ダメよ。ね、没後50年とか没後100年とかなんか決まってるでしょ。作者がね。じゃないとダメなんで、ちょっと濁しつつね、その方たちのね、権利を守りつつね、かつリスペクトし、そういう感じで使っていきたいと思うんですけども、もね、もういい、はい、本題、はい、はい。だから、どっから始めなきゃいいんでしょう、要するにね。どっから始めないで、じゃあどっから始めるかっていうと、この楽器の一番最低音から始めればいいですね。家事や育児で忙しくなかなかまとまった時間が取れない方、仕事の休みや時間が不規則で事前に時間を確約できない方、実際のレッスンを受けるにはまだまだ自信がないなという方に用意したのがこちら。皆様よくお使いの LINE アプリを使用してサービスを始めました。その名も LINE で質問し放題レッスン。現在のあなたのレベルに合わせた課題の提供、好きなタイミングでメッセージをやり取りできます。実際の双方などは動画を添付する場合もあります。単なる雑談もまあたまにはいいんじゃないですか。1週間のお試し期間がついて、月額2980円のサブスクリプション、1日に換算するとたったの99円。安っぽい男ですいません。詳細は動画の概要欄または大沢スノイで検索してください。普通のオンラインレッスンももちろんやってます。これ C メジャースケールから弾きます。ミから弾きます。ミーファで、これもドで止めるんじゃなくてミぐらいまでいっちゃうね。このハイポジション難しい人はね、ミまでいっちゃうとここのミでいいですよ別に、ね、ここまで、まあ、ファぐらいまでいってもいいかもしれないけどね。で、これミーからね、ここまで全部やる、ね、ここまで全部やるね。で F メジャースケールに、じゃ あのサイクルオフィフスの順番でいくとしますよね。で F メジャースケール弾くとしたら F からまた始めて、あ、ミでもいいですよ、ミから始めて、でこの C がフラットするだけですねっていうのをこれ感覚的に覚えてもらうんですね。C がフラットするだけ、ね、これは C メジャースケールとの差じゃないですか、ね、C がフラットするのかしないのかっていうね。なんだけど C メジャースケールはこれは C メジャースケールでしょ。この差を感じながらここからここまで全部弾く、あ、ここまでいかなくてもいいです、この辺まででいいですけど、まあそれに尽きると思うんですよね。上昇も下降もそうです。そして最初 E から始めてたのをそのうち例えばS 地点を変える、あ、まあ、スケールだ、キー間違っちゃった、あ、
ですね、出発地点をちょろちょろ変えていくと。で、ちょっと効果的な練習ね、おすすめじゃねえ、ご紹介しますけど、まあ、全部こう、もちろんミから始まってミまで行くっていう感じでもいいですね。まあ、B フラットのキー、ファクロフィフスの順番で言うと B フラットのキーから、E はフラットになっちゃうんで、まあ、E はなくなりますけど、ファからになりますけど、じゃあ、一つのね、それはまあ、じゃあ、12キーやるとしましょう。ね。12キーやるとします。ね。僕はやらないんですけど、あんまりね。まあ、12キーやるとしますね。じゃあ、一つのキーに、ちゃんと絞ってやっていくと、じゃあ、こういうことをやりましょう。ね。今度は、C メジャーにしちゃうと、絞っていきますけど、今日はダメだな、曇ってて、雨降ってるとね、シャーベル、ブラブラ、パッパッパッ、肩こっちゃう。はい、行くよ、よい。じゃあ、ファーまで行くとしましょうね。ファーまでね。2からファーまで行くとしましょう。ね。最初はね、そしたらミーから始める、ね、で折り返す、ファで折り返してきたら、でまたファまで戻るじゃん。今度ここから始めるね、ソから始める、ね、これ1音上上げるで、ラーから始める。まあ、こんな感じで上と下のなんかこの、出発と、まあ、到達点をどんどん変えていくってことですね。だから要するにまあ普通にそのキーの音をどこから始まってもどこを到達点に設定しても弾けるようにするっていうことが大事だと思うんですよね。で、それによって実はこれ運指が変わってくるんですよ。到達点を例えばじゃあ0に設定しましょうね。分かりやすいようにドから始めますけど、こういう運指になるじゃないですか。で、G弦見て、こうなるでしょ。ラシドレって。これが、じゃあ、特別でミに設定したとしたら、じゃあどうするかっていう。まあ、こういう運指になるね。あ、こんな感じですね。じゃあ、ファに設定して。ね、こういう運指になるじゃないですか。運勢がね変わっていくんですよ。だから、まあ、到達点による違いをちゃんと感じてですね、それ用の運勢をしないと実際本番で役に立たないということになってきますというねお話です。で、それ以上行きたい人ね、ちょっと後半に説明するって言った2-5ね、実際に Dm7 で、G7 で C っていうね、この2-5-1ね、この、その2-5 の、コード進行が来た時に、このフレーズが弾けるようになるね。このスケールがフレーズになるっていうね、魔法の方法を紹介するって言いましたけど、魔法でも何でもないんですよ。ね。これが実は、それに特化したスケール練習っていうのが、まあ、あってですね。まあ、僕が紹介しているものなんですけど、僕が紹介している教材がありまして、なんとかメジャースケール、史上最も意味のある基礎練習、メジャースケール編というのをですね、結構過去に出してましてですね、それめっちゃ意味ある。めっちゃ意味あるんで、それをですね、騙されたと思ってですね、お買い求めいただきまして、やっていただければなというふうに思います。概要欄にリンク貼っておきますんで、教材はこちらっていうね、リンク貼っておきますんで、そちらからチェックしてみてください。あ、軽く説明すると、だって、2-5-1 で構成されてるんですよ、ほぼほぼね。んで、2-5-1のためので構成されてるんで、ちょっとメジャーキーで流してみますけど、これ聞こえるか？これね、これ。はい。これ2-5-1です。で、メジャーの2-5-1で、次、F のキーの2-5-1になるんだけど、この時にあはい、2-5にバッチリ合ってるでしょ。2-5にバッチリ合っているスケール練習なんです。っていうことは、これは本番のソロプレイでバッチリ使えるこうネタになると思います。かつスケール練習になるっていうね、そういうね、まあ最後はね宣伝になっちゃいましたけど、でもね、ほんとね、僕の教材とかレッスンってマジで意味あるから
はい、コメントにお答えしていきまーす。ということでですね、今日調子出ないね。調子出ないんで、一番最後に調子出るようなおまじないかけるから、ちょっと最後の日でね。はい。この動画に、コメントをいただきました。出ました。森岩光先生、ありがとうございます。これはね、結構ね、短かったんでご紹介していこうかなと思うんですけど、この動画ですね、レイドバックね、レイドバックに関しての、歌い方、ね、ジャズの歌い方についてのね、リズムですね、リズムについてのお話だったんですけども、ある種跳ねるのと跳ねない音をシステマチックに混ぜ混ぜすることで、レイドバック的な雰囲気とドライブ、スイングが、醸成されるのではないか、知らん？うん、知らん。ジャズのスイング、バウンスのリズムにイーブンな8分音符を仕込むのもいいかもしれません、トリビアですが、カウントベイシージャズオーケストラ株式会社のアンサンブルでは、上の跳ねる跳ねないをシステマチックに決めていると言われ、聞こえ漏れています、他にはないあの豪快にドライブするサックス、ブラス隊の伝統が担保されているだとかということで、カウントベイシージャズオーケストラはですね、だからレイドバックするのか、跳ねるのかっていうのをですね、きちんとね、なんか、まあ、譜面に書いてるとか、まあ、そうなのか、まあまあ、決めていたんじゃないかっていうね。もうすごいですよね。確かにね、跳ねた方がいい部分と、レイドバック、あるいはこのイーブンですね。それではめ込んだいい部分、はめ込んだ方がいい部分っていうのを僕もね、僕なりに感じているんで、多分ね、そういうことだと思うんですよね。システムチェックにやってたんじゃないでしょうかということですね。なんかすごいですね。この人は、なんでこんなことを知ってるんでしょうねということでですね。多分ね、今100歳超えてるんじゃないですかね。ということで、はい。ということで、岐阜428さんありがとうございます。そもそもこの動画はですね、岐阜428さんの、質問ね、コメントから、まあ、発生した動画でございましたので、岐阜428さんはこのように、おっしゃっております。取り上げていただいてありがとうございます。年々ジャズは本当に面白いと感じます。ダイアトニックの音選びや、トップのタイミングで弾くことも重要だと思いますが、年を取りにつれて非ダイアトニックやレイドバックのような部分に惹かれていく今日この頃ですということでですね、まあ味がね、やっぱ年齢重ねると味が欲しくなるんですかね。自分からも味が出てるかな、僕からということでコメントありがとうございます。はい、またコメントお待ちしておりますね。高評価、チャンネル登録などしてください今日調子出ないからちょっと調子出るね、調子出るおまじないをしようと思います。よし。まあ、雨の日とかね、曇りの日は、なぜ調子出ないかっていうと、やっぱね、雨降ってる時とか、曇ってる時っていうのは、あんまり行動しなさんなと。ね。ちょっとなるべくゆっくり休みなさいよっていう多分意味だと思うんですよね。そうじゃなかったら不自然じゃないですか。だから、そんな時は、本日は休ませていただきますということです。嘘です。夕方から飲食店で仕事なんですよねということで、はい、それでは、またね、バイバイ、さよなら。